ヨハネの手紙第一一章はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証しをし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道地と共にあって、 私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことを、あなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、未乳及び巫女イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全く物となるためです。神は光であって、 神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いて、あなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、 私たちは互いに交わりを保ち、巫女イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし、 罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。